現状グランはコンセプチュアルアートとニューメディアアートに関心を持つアーティストであり理論家である。学際的な作品がアイデアアートと言われる。ボアジチ大学で政治科学と芸術を学んだ後、ニューヨークのニュースクール大学でメディア研究で修士号を取得。イスタンブール、アンカラ、ベルリン、ソウル、ザグレブなどの多くの都市で古典を行ったグランは BP、ライオンズ。 イーマフから賞を受賞している。彼の作品は、ポンピドゥーセンター、ペラ、ZKM、マム、リオ、トリエンナーレディ・ミラノのような重要な美術館に展示されている。2010年には、東京のニッチギャラリーを行われた、距離なしという大の作品展でも、彼の作品が展示された。アーティストとして、エス・ハーベスト、アルス・エレクトロニカ、メジアテ、ラフ、 クログメ・ボンビエナル、バルカン・アート、アクセント、ワンデルバーやイスタンブールのフェスティバルなど多くのフェスティバルに参加し、インチョン、イエール大学、ビジュアルアート、ケルンの学校、ニューヨーク工科大学などの大学でセミナーを行った。彼の作品は、ML、ノバック、パリ、イスタンブール近代美術館のコレクションにもある。グランは、テッサロニキのビエンナーレ・コスモバルカンのアドバイザリーボード、 シンガポールの伊勢谷国際プログラム委員会、メルボルンのセカンドネイチャー誌の編集委員会に参加した。ウェブビエンナーレの創設者である現職ランは現在未丸市南アカデミーやボア自治大学などの大学で教弁をとっている。ありがとうございます。